どうも、ケイシーです。今回はですね、ついにやってまいりましたエキサイティングプレイヤー、こちらの、選手評価をやっていきたいと思います。はい、まずですね、エキサイティングの、通常の S と比べて何が違うのかっていうのを見ていきたいと思います。まずはですね、スピリッツは、シリーズ1と同様の数値3700で登場します。でただ能力ですね、野手でいくとミート、パワー、走力、投手でいくと球威、制球、スタミナの3ステータスがそれぞれプラス1の能力で登場します。はい、続いて特殊能力ですね。特殊能力が第3能力が白熱打者という特殊能力に変更になります。効果は今画面出てます通りですね。で、特徴的なのはですね、レベルマックスまで上げると発動率が 100% になるというのが特徴です。まあ、常時この能力発動するので、その点が強い点かなと思います。はい、続いて投手ですね。投手の投手も同様に特殊能力が、白熱に変更になります。ただ違うのが発動率のところで、発動率が 60% になっております。そこだけ要注意ですね。はい、ラストですね。コンボが発動するんですけども、熱狂の渦というコンボが発動します。こちらはですね、エキサイティング選手を1名、オーダーに入れることによって発動する特殊能力となっております。はい、ではですね、評価に入っていく前にこの後の画面の説明させていただきたいと思います。今回リアタイとリーグそれぞれの評価をしておりまして、通常の S と比較してエキサイティングの方が強力であればプラス、通常 S の方が強力であればマイナスを表示しております。あと特殊能力がですね、何が変更になったのかっていうのを書いております。最後ポイントのところが、赤文字がプラスの点、青文字がマイナスの点で書いているので、そこを踏まえてご覧ください。はい、では、ホークスから順番に見ていきたいと思います。はい、甲斐選手ですね。甲斐選手は特殊能力の強肩が変更になっているので、守備要員としてリアタイで使う分にはちょっとマイナスかなと思います。ただレギュラー捕手として使う場合はですね、打撃能力も上がりますし、そこは強化になるのかなと思います。リーグに関してもパワー総力の同値を決めれる選手ですので、使い勝手はいいのかなと思います。はい、続いて安田選手。安田選手はですね、ここだけ特殊能力が第2能力のチャンスが白熱に変更になっております。でそのためですね、リアタイに関してはチャンスが変更になっているので、そこでちょっと評価が分かれてしまうのかなと思います。で、まあ、強化点としてはですね、称号でのミート C の難易度が下がっているので、まあ、通常の S に比べるとそこがいい点かなと思います。はい、続いて平投手ですね。平投手は対ピンチが変更になっているので、リアタイ面から見ると少しマイナスかなと思います。ただ、球威型の球威 A の投手でもあるので、中継ぎ不足している方は取ってもいいのかなと思います。はい、続いて島内選手ですね。島内選手、満塁男が強力な能力ではあるんですけども、まあ、なかなかリアタイでは発動が難しいというところもあって、まあ、そこに関しては使い勝手が良くなるのかなとは思います。まあ、守備も B ですし、まあ、能力も全体的に高い選手なので、レフトいない方は狙ってみてもいいかなと思います。はい、続いて近藤選手ですね。近藤選手、特殊能力の選球眼が白熱に変更になることによってですね、ミートの上がり幅自体は下がっちゃうんですけども、その分相手の能力を下げますし、他の能力、広角打法と超アベレージヒッターがそれぞれミートを上げる能力になるので、まあ、そこまで気にする必要もないのかなと思います。なので、まあ実質特殊能力は上位交換かなと思っております。はい、続いて山本投手ですね。山本投手は制球が位置上がったことによって制球 A の難易度が下がりました。ただですね、リアタイで使うことに関しては特殊能力の対強打者が変更になっているので、そこはマイナスかなと思います。はい、続いて丸選手ですね。丸選手はミートが位置上がったことによってデフォルトでミート A になりました。で先ほど、近藤選手の時も言いましたが、特殊能力が選球眼から白熱に変更になっているので、まあ、これに関しては実質上位交換という考え方でいいのかなと思います。はい、続いて大山選手ですね。大山選手はミートが位置上がったことによって称号でのミート A が可能になっております。そしてまた、星2のコンタクトヒッターをつけることでミパ A 同値っていうところも狙えるようになっております。あとは称号で走力 B っていうところも可能になりました。あとはですね、リアタイで、先ほど、島内選手の時にも言いましたが、万塁男、強力な能力ではありますが、常時発動可能な白熱に変更になったのはプラスかなと思っております。
はい、続いて柳投手ですね。柳投手は能力がプラス1になったことによって称号での球威制球の A が狙いやすくなっております。あとはですね、通常 S ではできないオール A が可能になっております。でその中でも球威かもしくは制球とスタミナの同値っていうのが可能になりました。ただですね、リアタイで使うにはちょっとコントロールの特殊能力がなくなっているので、そこがちょっとマイナスかなと思います。はい、続いて今永投手ですね。今永投手は能力が上がったことによってデフォルトで制球が B に乗りました。ただですね、特殊能力のキレがなくなったことで、もともとリアタイで使いやすい投手はないんですけども、そこがさらに使いにくくなってしまうのかなと思います。はい、続いて堂林選手ですね。堂林選手も満塁男が、白熱に変更になっているので、まあ、常時発動可能というところもあって実質プラスかなと思います。で、同値も狙える選手ですし、リアタイリーグともに使える選手かなと思います。はい、ラスト村上選手ですね。村上選手は特殊能力のチャンスが変更になっているので、まあ、そこがちょっと好みが分かれるのかなと思います。ただですね、まあ、常時発動する能力にはなるので、まあ、そこはもうあとは好みで選んでもらうといいのかなと思います。はい、というわけでですね、12選手通常の S との比較を見ていきましたが、いかがでしょうか。まあ、あくまでですね、今回通常の S との比較ですので、評価ではないことはご了承ください。個人的にはですね、通常の S で替えが効かない大山選手と柳投手、この2人が取れるとかなり大きいかなと思います。まあ、ただ他の選手もですね、能力が多少使いにくくなってるとかはあるとはいえですね、強力な選手もいますので、まあ、各自欲しい選手が取れればいいかなと思います。近々ですね、残りの12選手も、動画を上げる予定ですので、よければそちらもご覧いただければと思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。